勤務とお疲れ様でございます。私は精神科をやってます、いくもと言います。皆さんがバランスよくって言ってらっしゃるところで申し訳ないんですけど、私は目いっぱい偏った話をさせていただこうかと思います。下の方にわざと見えないように薄い字で書いてあるのをご覧になれますか。流出伝統第55世法院、私は出家得度してまして、実は裏の顔はお坊さんなんですが、装飾についているわけではないので、会議、お坊さんの総会って言いますけれども、総会というと、煩悩掃除って、在家で言いますので、法院っていう総会になります。そんなことを言ったのは初めて。私も前に触れたのは、今から18年前、オーストラリアに留学しているときに、当時私はチベット仏教に非常にハマってまして、オーストラリアに教えてこられてた、ソギャル・リンポチェ、ご存知の方いらっしゃらないかもしれませんけれども、ソギャル・リンポチェが、マインドフルネスという言葉を使われて、マインドフルネスって、さっきの風間さんと同じ、心がいっぱいって何みたいなものだったんですけど、よく話を、いつもアウェアであると、トータリーアウェアっていう言葉をよく使われてました。全部に気づいてるって何、転ばないようにっていう話かって思ってたんですけど、当時私がやってたチベット仏教の俗禅、ご存知の方いらっしゃらないと思いますけれども、俗禅の中ではアウェアっていうのは非常に重要な概念で、これはいい悪いっていうジャッジメントから離れるっていうところを目指していけば、全然関係のない座ろうって言って座ってもらって私の担当は真ん中にあるマイネクラウェアですから、この青字で書いてるところですけれども、皆さん PDF を先にご覧になっていると思いますので、書いてることをそのまま喋ることはしないでおこうかなと思います。で、私はさっき申し上げたように仏教専門に修行してまして、ましたので、ますので、バッジ間違ってますね。まあいいや。仏教というのは、ご存知のように、このテーラワーだけ、中座部と言われるのと、大乗と言われるのと、あと3つ、それから、一番最後に仏教とは呼べないというマハームドラ、チベット語でチャクチェンというんですけれども、あるいは俗チェン、あるいは日本の修験に伝わっている中元、あるいは柱元というのが、あります。でこれらは修行法が全然異なってまして、一番上の上座部系と言われるのは、自分の煩悩に対する対処法が異なっていて、これが気づいたら手放す、気づいたら手放すっていうやり方、これは大乗仏教の謙虚の教が間違ってますけれども、明らかに教えっていうのは、善とか浄土教なんかの謙虚と私たちは呼ぶんですが、これも気づいたら手放すっていうプロセスを進めています。ところが密教は全然違ってて、密教はそもそもそういう思考とか感情、煩悩っていうのはどこから出てくるんだ、自分の心の本質から出てくるので、いかようにも形を取り得るっていう考えで、それを煩悩のままにしとかず、変容されちゃえっていうのが密教の考え。で、一番最後の自己解脱って、セルフレベレーションっていう、マハムドラ、あるいは俗禅、あるいは中元では、そもそも心の本質から生まれてくるんだから、生まれてきた時に解放すればいいじゃないか、蛇が飛ぶのを解くようにっていう言い方をよくします。で、そういう状態に常にアウェアであれっていうのが、私が教わった俗禅、あるいは柱元っていう仏教の形態の流れでしたっていうのが前振りで、ところが私は表の顔は精神科医なので、一応考えないといけない、裏手ばっかりで、ちょっとシャバの世界に戻っていきます。で、ジョン・カバット・ジンもご存知と思いますけれども、今この瞬間の体験に意識的に意識を向け、強化せずにとらわれのない状態でただ見るというふうに、マインドフルネスの定義。ここに私は3つの文脈があって、注意の方向性、今この瞬間という注意の方向性を示したものと、この状態を定義したもの、強化せずとらわれのない、とらわれのない状態で、その時に使う方法論、方法論があります。意識的に意識を向け、ただ見るという、この3つが含まれているなというふうに理解しています。で、私、日本に
帰ってきて、しばらくして、まあ、日本に帰ってきたのは2000年でオーストラリアに2年いたんですけど、2000年について2009年10年ぐらいからちらほらと日本でもマインドフルネスというようになって、何言ってんだろう皆さんっていう感じがしてたんですね。それはあの今現在流行ってるマインドフルネスというのはマインドフルネス瞑想という方法がメインになってね、シゲルさんが言ってるようなマインドフルな状態のこと誰も言ってないじゃねえっていうふうに感じてて、私はそこで、あ、そういえばマインドフルネス、私が教わったのと今のどう違うんだろうっていうので、まあ、いろいろ読んでいるときに、また私は先ほど動画さんからあの紹介いただいたように精神療法をメインでやってまして、その中でも対人関係療法、他人の重要な他者のとのコミュニケーションを通じてどうやって病気を治すか、原理がないんですね、実は。経験も。でも、原理ないわけねえだろうっていうところで、20歳目の愛着、お母さんと子供の関係、そこでなされる非言語的なコミュニケーション、それから成人した私たちがやる言語でのコミュニケーション、そこで共通のものは何かっていうと、自分の内側で起きていることを自己内対話って皆さん知ってますね。今日何しようかな、これです。これが自己内対話なんです。これの対人関係バージョンが普通に言うコミュニケーション。同じことが起きてるんだなと思ってたときに、ちょうど5月のゴールデンウィーク、私は100日の業務最後の業務に入ってて、大変だったんですけれども、1日18時間、ほとんど寝れない状態で、一週間業務してたんですけれど、その時に小川先生の1回目の説明会が、あ、行けねえ、行きたいんだけど行けねえと思って、その次の週にやったんですよね。そこで参加してから、勉強会にで勉強させてもらうようになりました。というのはまた脱線するので戻ります。で、ジョン・カバック・ジーンの見解なんですけれども、これ、いちいち読みませんけど、この潜在的に解放されるっていうのを、多くのマインドフルネスをやってらっしゃる心理師さん、あるいはマインドフルネス認知療法なんかをやってる方はどう理解されているのかというのが疑問なんですね。私は先ほど申し上げたように、どちらもやってましたので、潜在的に解放されるっていうのは、心の本質から何か立ち上がったら、それは心の本質と変わったものではない、同じものだから、それに対していい悪いの判断をしないでおけば勝手に戻っていくという瞑想のやり方を教わっているので、それはセルフリベレーションと教わったので当たり前じゃんみたいなものなんですけれど、皆さんはどうお考えなんでしょう。シゲルさんの本には答えは書いてません。で、このマインドフルネスの訓練の狙いっていうのは、様々な特徴、思考と感情の持つ様々な要は私たちは、心は、自分の心はこういうもんだというのは、実は概念で、心っていうのを取ってみると、いろんなものが出てきます。私が一番最初に瞑想したのは、まだ医学部にいる頃ですから、今から30年ぐらい前なんですけど、高野山に乗って、高野山のアジカン道場にまた一週間こもりまして、またその頃からこもるのが好きなんですけど、その時に瞑想であって、本当に自分の知らないいろんなものが出てくる。これは私何で言ったかというと、心って何だろうっていうのがその頃あったので、理解はするんだけれども、感情と思考と心ってどう違うんだろうというのを直接体験したかったっていうのがあって、で、このさまざまな特徴を直接体験的に発見、大事なことは体験してみるっていうことが一番大事で、その心で心を知るっていうのがないところなんですが、方法として唯一あるので、どの方法を使うのか、例えば、ヨーガでやろうが、仏教でやろうが、太極拳でやろうが、合気道でやろうが、どれでも OK なんだと私は思います。で、ジョン・カバット・ジンの、見解ですけれども、注意を向けること、広い心の感覚、流行的でいること、興味、関心を持つことの中に現れる。これをシゲルさんは、COAL、COA、後で出てきます。この方法が自分と調和する方法でもあるし、他人とつながる方法でもあるっていうことです。実際これ、先ほど、瞑想を用いないマインドフルネスっていう、風間さんが、一つ前の風間さんがおっしゃっていただいたんです。実
実際これ精神療法の場面でこれ使うと終わるんですね、うん、みたいな終わるんです。他のいろんな技法いらないなと最近思うようになってきました。で、もう一つこの仏教の伝統が貢献したのは、大事なことは座って瞑想している時ではなくて生活の次元に持ち込む。私は教わった時はアクションメディテーションにアクション行為の中で瞑想があるんだ、座ってる時瞑想なんか起きやしないとそれは妄想なんだ、やっと終わったって解放された瞬間に起きるのが瞑想だから、瞑想はするものではなく起きるものだって教わりました。でもう一つ、これは言ってもいいんでしょうけど、漢字で書いてます。これは修行の柱の子っていう行住座促進トンゴ、このままの状態でトンゴしている、もうプロセスたどらずに、ああそれはそれだっていう状態を行住座促進トンゴ、これが私は修行さんにとって言うんで、あなんだこう言えばいいのマインドがあれですと思ってます。でさあマインドとは何かと先ほども出てきましたけど、やっぱりここがわからないと、この定義が人によって違うっていうのが私自身も非常に困っていて、ある精神療法の本読んだら心がこういうもんだって言うし、こっちではこういうもんだって共通点ないじゃんっていうのがあったんですけど、修行さんは一応エネルギーと情報の流れを構成するプロセスとおっしゃって、私もさっきの片田さんと同じで、エネルギーっていうのはまだ概念化されてない変化するものを捉える感覚次元のもので、情報っていうのは概念化されたエネルギーなんだろうな、結局これ同じものを表裏で見ているだけなんだろうなっていう感じが私でした。でこの流れっていうのは先ほど片田さんおっしゃる前提でしたけど、私は流れっていうのは連続性の感覚、昨日の私と今日の私、次の一秒後の私とは違うはずなんだけれども、概念があるから、ね、それが連続して見える。まあ残像みたいな気がする。で、一瞬一瞬、私っていう考えが浮かんだ瞬間、私は正規しているはずなのに、っていう、こういう哲学的な話すると、1時間かかるので、やめます。すいません。で、これは、ある論文に出ていて、これ、個人講習会の人のリハビリテーションの論文なんですけれども、腕をなくした人はその後、幻の腕、原始って言って、それが起きるメカニズムを解明した論文があるんですけれども、要はこの一番下にある体制感覚と内受容感覚、内臓感覚、そこから情報じゃない、エネルギーが新感覚運動表象に、表象というのは何か、外にあるものではなくて、自分の中で捉えられた何かっていう、やつなんですけど、これがボトムアップ、経験によって私っていう意識を作っていく。私っていう意識ができると、その周りに信念、記憶、思考、情動とかあります、感情ですねが生まれていく。これが日常的なお話なんですけど、マインドフルな状態、あるいはマインドフルアウェアな状態、その状態を客観視しているもう一人の私っていう、これをメタ認知って言います。この時に働くところは、私はこれは患者さんにはちょっと違う言い方で教えてるんですけれども、好奇心、さっきのホールの心、キュリオシティですね、好奇心。これは見ようと思う意図と、きちんと見ること、この上の2つ、好奇心と重要というのはそうで、開放性と、ラブ、心の理論に書きました。この下の2つは、言葉で聞くと、皆さん頭では分かるけど、体験としてわからないので、患者さんですよ、皆さんじゃないです。患者さんは分からないので、私はこの開放性、オープンです。という言葉で言ってます。できちんと見て、ちゃんと向き合えば、まあ、いいかで終わる。この開放性、心の理論、格好慈悲が、各々の平であり、まあ、いいか、うん。これで止める、これが日常的なマインドになります。まあ、いいかで試しにやってみてください。ここで思考が止まります。哲学的に言うと、これはエポケ、判断停止。この状態です。だから、でしょ？です。
ので別に座って瞑想してもいい夢を見てきたんですねっていうふうに、まあ、雑談でもう一個言いますけど、私の臨床生はその40分の想像、空想、その想像力の王国の王様になった空想の世界で遊ぶの短い瞑想を数多く繰り返しなさい。1分でいい。1分やったらその後1分休みなさい。そこで起きてほしい。そうやって普段の日常のあるいは絶え間ないっていう2つのような普段の生活の意識の状態を保ち続けなさいっていう話を教わりました。あのことをね、勉強会でも話してないので。鉄道操縦のマインド、マインドレスとマインド。今何をしてますかっていうのが意識の方法で、考え事をしながら散歩していると、その行動っていうのは考え事の意識がどっちかです。だから、いい考え事の練習にはなったけれども、決してリフレッシュのための散歩にはならない。ね、認知行動領域的な、まあ、これは解釈なんです。意図の方法と注意の方法をマッチさせることが、日常レベルでのマインドの方向性になるのかもしれない。例えば、ゴールですけれども、ゴールは、もともとは自分の子供に対する揺るぎない愛着関係を持つ親が、子供に対する精神的なスタンス。これを、シーゲルさんは、アチューメント。日本語で、精神分析の用語で言うと、情動調律っていう、赤ちゃんの泣き声を、非言語的なコミュニケーションに対して、お母さんがおっぱいが欲しいのか、ね、うんせしたいのかっていう、これを推し量ろうとする、メンタライゼーションっていう、心で心をしようとする、この働きのことがそうなんです。うん、で好奇心、開かれていること、向き合うこと、美しみたわりにって書きましたけど、開かれていることが平和ですよね。で、ラブっていうのがマイカーっていうノリですけれども、シリアの下の方に公開しますコードのスタンスを持つならば、その他のことはそれら自身が気づかんので、これ実は私も15世紀から同じことを思っていて、あなたがすべきことは自分の内側に意識を向ける。その他の世間的な話っていうのは世間に任せとけ。うん、で、取り払おうとする努力もせず、ただあろうとする意思だけ。自分でいようっていうところだけがマインドフルネスの意図の方向性、あとは放置っていう感じなんだろうなって私は理解してる。ですから、多くの人のマインドフルネスの理解と私の理解は全然違うんだろうと思います。はい、私が使っているこの自己内対話、先ほど言いましたけれども、このキュリオシティ、オープンにアクセプタンスを書くっていうのは、自分自身との関係と対人関係、コミュニケーションというレベルをこういうふうに分けられます。自分の気持ちに正直になる、ありのままに認める、思考や感情と折り合う、そして自分自身と調和する。で、対人関係を使うときは、嘘や偽りを言わない相手の言葉の意味ではなくて、相手の心を見ましょう。非暴力的なコミュニケーションを伝えましょう。相手、他者への信頼と繋がりを持ちましょうという感じで使います。で、さて、ここからは、いよいよ表の顔のメインですけれども、ざっといきます。マインドフルネスを使っている、心理療法で今日は出ますけど、精神療法にはこういうこの4つがあります。で、いろんな効果が確立された状態っていうのがあります。で、まあ、私は旅かけ療法で摂食障害が一番メインですけど、時々、ではね、一回だけこの薬物依存、大麻、裁判で服役しました。人に、さあどうすべきその時使ったのが、ただマインドフルネスを教えるだけ、リラックスプリベンションっていうやり方が、ありますけど、あれでやっていくのはマインドフルネスどういう時に薬を使いたいっていうスイッチが入るのか、その引き金はどこにあったのか、きちんと内緒、自分を振り返ってます。これで実は、過食症で使うやり方と同じなので、応用してみたらうまくいかないような話でした。
で、処理療法家から見たマインドフルネスです。ちょっとこのネガティブな意見もありました。ネガティブな感情が消えるとか、ポジティブな、ネガティブな感情を感じないようにする、うつや不安障害が治る、リラックスする、穏やかになる、いろんなメリットが言われてますけれども、私はこれは副次的なメリットなんだろうなと思っています。なぜかというと、こういう状態が欲しくなるときは、今、そうじゃないっていう自覚があるはずなんですね。なので、今の現状が良くないから求めないっていう気持ち、これを後で出てきます。アクセプタンス&コミットメントテラピー。体験の回避です。これが目的になってしまうと、これはマインドフルネスではなくて、心が嫌だと言っているのに戻らされたマインドレスな状態になるんじゃないですか。なぜかというと、今嫌だということに対して強化をせず、とらわれない状態でただ見てないからですね。ということで、臨床的に見るマインドフルネスの下に、プロビッツっていう人がいる。自分と関係を観察することはそれだけなんですね。自分の感情、考え、情動のコントロールについての気づきと、心の状態についての気づきと、自分っていう考え、もしくは関係性の中での気づき、この3つだけ。これは実はコールと共通するので、まあ、なんだ、同じことやってんだねってシーグルさんも言ってます。で、さ、識別力、運命プレスメント。いろんな心理療法ありますけど、先ほど挙げられてたマインドフルネスを使った心理療法の中で、私が唯一説明できるのは、アクセプタンスのコミットメントセラピーなので、そこを中心に説明しますが、何かを変えるというのをしないということです。行動療法は、あなたの行動が悪いので、ここをこう変えてみましょう。極端な言い方をしています。認知療法は、その考えが苦しいからちょっと変える。見方を変えてみましょうというふうにやりますけど、そんなことはやりませんので、メタファーでボードを押し合い、例えば、自分はダメだって書いたボードを押し合おうとして、向こうからセラピストを押すんですけど、押し合いすると、そこで自我やってるとかなり腕が疲れて、あなたの心はこんな状態になってるんですよっていうのを体験的に分かってもらう。そんなことしませんけどね。言葉では。で、マインドの動きと自分自身を混同しないっていう、自分っていうのは概念、トルっていうのは何かに反応して起きてるのか、一緒の方法ではないっていうことで、そこで介在するのは言葉っていうのです。これをアクトでは認知的フュージョンと言いますし、それを何とかしようっていうのを体験の回避という、アクト、簡単に言います。で、アクトの考えのこの六角形、ヘクサフレックスっていう。この6つのいろんな心の動きに対する、抵抗や葛藤が誰しも感じる苦しみ、人間ですから四苦八苦、4つの苦しみと8つのアウアパイプラス付随する4つで8つっていうんです。それを苦しみっていうのは皆さん持ってるんですけど、それをあえて続けさせる、続けてしまう苦悩に変えるんだっていうのがアクトの考え。で、アクトは心理的柔軟性を目指す。心理的柔軟性っていうのは何かというと、共通するのが赤で書いている今この瞬間と接触、気づきですね。で、自分、観察者としてもそうじゃない自分って概念、自分は〇〇という病気だとか、自分はダメだとか、自分は私だっていう概念としての自分から離れて、そう概念が生まれていることを観察する。これを文脈としての自己。この2つがメインになって、あとの4つの音楽器をいろんな方向に動いてもらう。ダンスをする。で、さて、一番彼が失敗したなと思います。私自身はマインドフルネスをやろうという動機がやっぱり一番大事なんだろう。これ土台と私は言うんですけど、動機と方向性が何なのか。私たち仏教で特にチベットの仏母大神で、ね、妄想にもなさる全ての修行のため最高の目的を得ようとする決意によって常に修行に尽くすことができますようにという、自分自身の菩提心を起こすっていうのが土台であり、途中を背中を押してくるモチベーションにつながって、シゲルさんのマインドフルブレインでコールを育むことによって、
って自分自身と長時他者とつながるって、これが土台としてのマインドフルネス。方法は何でもいいんだろうと思います。何でもいいんだけれども、大切なことはマインドフルでいれば、下の括弧で書いてますけれども、この人の本質や評価さえ感知するように、これが概念なんですね。これらの感覚やイメージ、感情、思考が巨大することにも気づくようになる。その、特に到達点などはなく、何かを取り払おうとする努力もせず、戦おうとする意識だけがあり、評価や到達点に基づいて把握することなどは放っておき、瞬間の存在を経験したい。これは瞑想をなさっている方は体験あるかと思いますけれども、思考がだんだん落ちてきて、思考が生まれない状態というのが分かっています。私のエポチェは、頭の中で起きる、あ、今考えが浮かんだっていう思考を気づくと、混同するなと言ってました。そんなものはただの自己内対話に過ぎない、うん。そうではない。それが生まれたとき、心の本質と離れてないものが生まれたっていうのをきちんと見れることが気づきなんだっていうことをしてました。で、それは後で調査してみます。で、結果としてのマインドフルネスですけども、心は常に動くんですっていうことなんですけど、心が動くからといって、心の動きに突き動かされて行動はしないようにっていう、ね。で、病状が発生する瞬間の主義の言葉ですけれども、マインドフルアウェアネスの状態に常に心をつないで離れない。心をつないでおくっていうのが、大事なところなんだろうと思います。で、これの研究は日常的なマインド。つるつるした凍った道路で転がないように注意深くなる。この時に自分の心はどこに向いているか。考え事なんて絶対しませんよね。自分の体に意識が向いているし、もう一つ、認知的なマインド。これは凍るの状態で達成できるマインド。これが一番重要なんだと思います。で、もう少し深いところに見ていきたい人には、内省的なマインドがアウェアネスというのが、をなされればいいと思います。で、その時に、二元論的な思考、いいか悪いかというジャッジメントとか、感情が起きた瞬間に、それは心の波の一つにしか過ぎない。見ていればいずれ波が沈む。それが実体があるように見てしまうので、訓練が生まれるっていう。に気づいて戻ってきて、コールを使っていただければいいんだろうと。で、精神分析の方では、この自分と他人っていうことを言うようになります。共感っていうのは一般的にいいものだっていうふうに認識されてますけれども、実は共感っていうのはいいものとか悪いものとかいう話ではなくて、対人援助職の人はなぜ共感をしようとするのかっていうのを問い直す必要がある。それが無自覚であれば、それは表面的な受け入れにしかしないですね。自分の心が相手に向かっているという状態を意識した共感であれば、それは、シゲルさんの言葉で精神分析の時に、明示的、暗示的、イントリンジックとエクストリンジックの訳が逆なんですけど、精神分析が明示的っていうのは、自分の中に明らかに示されたっていうのを使います。で、暗示的っていうのは、例えば、この早いテンポの会話で、あ、そう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 、昨日の映像を見た、もう見た見た見た、ねえ、かわいそうよね、かわいそうよね、これ共感ですか？違うでしょ？で、相手の言葉に反応して動いてるんで、心が本当にそう動いてるわけです。だからその時に、自分の心はどう動いてるんだろうっていうコールを一発入れましょう。これ、上座部系のマインドフルネスをやってらっしゃる人がいて、サティを入れるという言い方をされることが多いかと思いますけど、私はコールを入れるというのをしてほしいなと思ってます。さて、修練をやってますので、日本的にも、日本でもこういう非二元論の伝統がありますというところで、今症状の大払いというのを紹介します。これは皆さんにお配りしたPDF にありますので、読みません。大事なことは一番下で、心にもろもろの苦情を向いて、心にもろもろの苦情を向かず。これだけです。ご清聴ありがとうございました。
ちょっと押して